はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングのフージです。樽を投げてしまうよ。はい、というわけで本日はですね、こちらのもみじシューターでのガチエリアのスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。はい、前回ね、こうガチでちょっと腕前を上げていこうかなみたいなこと言ってましたけども、今回はそのガチエリアが来てるので、で見てください、このちょっとね、今上げときました。あと3連勝すればこれは上がるんじゃねえかってところまで行ったんで、このまま3連勝して A プラスもしくは飛び級で S になるところを見せたいと思います。よし、もずく。さあ、もずくのガチエリアですけども、言うてね、もみじなんで、もみじはね、エリアは強いはずです。はい、塗りはね、すごく強くて、そして雨降らしがあるので、なんか雨降らしとけば、とりあえずなんか気づいたら勝ってるでしょう。はい、行きましょう。さあ、まずはボムとか投げて、こうやってなんかやっていく。なんかボム投げて、こうスペシャル貯めてるふりして、さあちょっと一瞬様子見て、こっちから来る人が多い気がする。はい、なんかね、統計、あー、いたね。よし、オッケーオッケー。したら待つ。ナイスだ。ナイス持ってこ、ナイス入れとこ。よし、オッケー。ナイス入れといて、来てるね、来てるので、そこちゃんと見ておく。危ない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 。さあ取って、いいっすね、みんな。味方が心強いので最速に投げておく。よし、最速の方に投げといて、あとは裏を見る。なんかいる？なんか後ろ入ってんね。まあ別にいいっすけどまあ別に何でもいいですけれど、やっぱね、裏に入られるのはね、確かにね、後々怖いんですが、こうやってみんなでね、チームワークしてる時にやられても、ただ人が減るだけだぜ。よし、はあ、なかった、なかった、なかった。さあ、ここはもう守ります、守ります、守って、守って、で左後ろ、おお、やった。僕のロボムが2人やったよ。いいよ、やったね。ロボムが2人やってくれりゃ、あと俺が1人やれば3人で、味方が1人やればグランドスラム余裕ですね。はい、これはあとは待っとくだけでいいんじゃねえの。はい、いや、競ってるところをこうやってちゃんと刺す、焦りは刺す、焦りは刺す。ナイス、みんなうめ、みんなうまかった。だってラッキー、ラッキー、ラッキー、はい、ラッキー、ラッキー勝利。イエーイ、おはくそ。このお尻見て、このお尻、はい、勝利のお尻。よっしゃ、いいですね、一発目いきなりこんな楽ができるとは思いませんでした。はい、ね、やっぱり味方が強いと本当楽ですね。気楽でいいわ。はい、喋ってるだけでいいし。よっしゃ、みんなのおかげ。さあ、みんなのおかげであり、俺もまあそこそこ頑張ってますね。いや、上がっちゃったよ、俺今こうやって、よしって言ったのに上がっちゃったよ。上がっちゃった。 A プラスです。はい、よし、お、もずく。もずくはね、でもね、なんとなくもずくは分かってきました。まあまあ、1にあったね、ステージだっていうのもあるんですけども、なんかここら辺から降りてくんだろうみたいなのがあれば、それが全部見えてればいけるということが分かりましたね。さあ、ですけどもですけども、さあ、今回こっちはチャージャーいて、あっちはチャージャーなし。さあ、こうなるとまた攻め方が変わってくるような、そんなことがありますね。まっすぐ来てますね、まっすぐ来ているのは見ておく。さあ、で左側に1人いて、さあ、これちょっと狭いね、もうちょっと塗っておこう。で、足元に投げといて、さあ、来てますね、なんか。いやー、おお、さあ、早っびっくりした、やられました。頑張ってください。あー、やばい、全落ちこれはまずいですね、これはまずいよ。ちょっと待って、一旦後ろ打って、さあ、ここはじゃあ無理せずに、はい、ちょっとね、僕は無理しません、すいません、僕はここで無理しないようにね、ちょっとイルミに頭にね、針入れられてるんで、僕無理や、やばい時は下がれっていうふうにね、言われてますから。はい、あばばばばばで、真ん中投げてくる。で、真ん中、なーにー、なーにーこいつ、なーにーこいつ、腹立つ、このスパッタリ。やっぱね、スパッタリの三角に対して、しかもこのコロコロされると俺何にもできないんで。さあ、ちょっとね、雨降らし無駄にしちゃいました。よくないですね、これ。はい、ここでやられるのはね、一番悲しいよ、これは。一番悲しい出来事なんで、これはやっておきたいところ。いやー、マジ一発しか当たらん、マジか、やばい、これはこのまま持って帰るぞ。ちょ、待って、これはね、皆さん、ここは落ち着いていきましょう。ここで落ち着かないと。ナイスだよ、ナイスで、俺もう真ん中いっちゃおう、もう無視、これと無視、これと無視して真ん中入って塗っちゃいます。ここは塗りに行きます、僕は。いや、くそー、ちょくられた。いやー、頼むよ、やっといてくれよ。ですよねこれはダメだあれ、ワンサイドゲームからの逆ワンサイドゲーム、何にもできなかった今。いや、ちょっと雨降らしが時期尚早だったね、早かった、時期時期尚早してた。そうじゃないんですね、やっぱもうちょっと待って、みんなで行くっていうか、手前に来た人にみんなやられてないようになったね。もう一歩手前で見ればよかった。え、うん、これは俺が、俺も悪いです。みんな悪い。みんな悪いはず。弱いなりにしゅう。はい、行きましょうか。さあ、エリアの矛です。あ、矛じゃなくて、ホッケですね。エリアの矛。やってみたいな。エリアと矛どっちも見なきゃいけない。さあ、ですけども、さあ、ちょっとね、前回のね、動画でも僕言ってたんですけども、やっぱりね、焦んないように雨降らしを打とうみたいな、口
口で言ってるんですよ、めちゃくちゃ実況で。でもね、俺ねそれができてないんですよね。結局それで雨降らし溜まった瞬間投げたりとかして、ね、もったいないことになってるので、ここはちゃんと考えて打ちましょうね。さあ一旦下がらして左側にいるので、これはちょっと守ってあげなきゃいけないね。守ってあげなきゃいけない。上から打ってあげて守ってあげる。さあ抜かれましたね。そしたらですよ、これちょっと無理したくない、無理したくない、ここは無理したくないので雨降らししておきます、とりあえず。でここにいそういたね、うん、いると思ったから行ったんだよ。やばい、これはやばいね、こうなるんですよ。でもエリアは見ていないね。やっといてくれ、ナイスだ。よし、やっぱこのね、これがやってくれるのはもうこれでいいんだ、これで。よし、オッケー。で、したら、あ、2落ち。さあリードして、リードしといての、後ろ塗ってきますね僕。じゃあここら辺ちょっと怖いんで、で後ろ塗ることによって雨降らしを降らせるようにしといて、いつでも雨降らししといて、どこでも雨降らしできるようにしといて、そんでまあ相手の打開なりなんなりに合わせて雨降らししてできないようにしちゃうっていうのが大事ですね。ピピ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 ピ、はあ危ない。でこれでここでこい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 で、ちょっと待って、全然塗るとこない、塗るとこないんだから、このエリア内に行くのよ、よくない。ここだ、ほら、ここがねガラ空きです皆さん。ここが皆さんねあれですよ。いやべ、相手の雨も来ている。さあ俺の雨で1人倒して、味方が雨降ってらして、これいいよ、ダブル雨いいね、ダブル雨でいい。はあ、そこだ、よっよよ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 よ、ナイスだね、俺もナイス、君もナイス、みんなナイス。んーだっけー、いいですね。さあ問題が発生しました、まだ動画時間が短すぎます全部ノックアウトしてる、ノックアウトしてされてしてたから、もう一回行くかそしたらもう一試合ね、おまけ集やらせていただきます。おまけの弱いなりに集、はい、行きたいと思います。さあこの前まず結果を見ましょう。でも僕今回結構頑張ったと思いますよ。ほらどうなんですかね、わかんないです動画時間が余ったから好きな武器使っちゃう、はい、行きましょうか。さあこちらのガチエリアで、動画時間が余ったので好きな時間を使います。あ、好きな武器を使います。はい、ごちゃごちゃになりましたね、初めて言った単語だったんで。さあ行きましょう、こちらのクラブラ、はい、クラブラ界っていうね、クラブラ界って言われそうですけども、やっぱクラブラがね僕一番好きなんですよ、いろんな意味で。まあモミジはすごく使ってて楽しい、そしてなんですか、実用的であり僕なんかでも扱える、そんな武器でございますけども、クラブラ見た目的にはクラブラが一番大好きです。このねよくわかんない鉛筆削りみたいな、ナイス、はい、やつを使ってなんかこうするっていうね、さあやつですけども、やっぱねこのクラブラ使ってるからには倒しに行かなきゃいけないですね。こんな感じでボムをうまく使って、ほらよー、こういうこと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 あ、こういうことこういうことこういうこと、オッケー、やられたね、オッケー、見とけ見とけ、危ねえ、危なかった。はい、ちなみにクラブラ使うときはイカ速がついてるのでガンガン逃げれますね。ほれ、危ねえ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 、一回下がりの、おやおや、くそ、見てくださいこの2発避けたのに、2発避けたのに4回当てるためにその間にまた2発食らうってこと。よし、さあそんな武器でございますけどね、やっぱ可愛いですよこの武器。さあそしてエリア確保してくれている、だったらガッと突っ込みますよ、私は突っ込むことしか考えてません。オッケーオッケー、ここは見ておいて、さあこのミサイルが厄介ですね。ここにいるね、いないね、うん、全然いなかった、何を見て僕はいるってたんでしょう。あれダメ、今のいいとこ置いて、ダメ、あれ意外と当たらんもんだな おい、ペッペッペまで行ったのに、ペッペッペまで行って最後のバシャーで、ね、負けるっていう、こういう武器でございますけども、まあね、ヤグラとかだとすごく強いんですけどね、なんかもう本当に相手降りなきゃいけなくなっちゃうんで。さあでもこういうステージだと、こういうルールだと難しかったりしますけども、さあここは一旦退いて、ここでおら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 、何してる何してる、ほらお前お前も何してねえ、ダメだった、オッケー行くぞー。そしたらここはとりあえずナイス、私のボム、うん、やっぱ私のボムはね勝手に当たってくれるんで、追尾性能付き、いいボム買ったよ、よいしょ、いいボム買ったんだよ、ほらそこにいるの分かってるよ、ほらこのね、頑張りました今僕は、頑張りました僕は頑張りました、塗っといて塗っといて塗って、あやばい、ほら塗れない感じがする、ナイス、ナイス雨、その雨ナイス、すごいアイス、すごないすごないすごない、塗りに行こう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 、あーやばいやばいやばい、あーやばいやばいやばい、うわくそ、ナイス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 、あーさあまずいですよこれは、負けあるよ、いや塗れなかったか、いやせっかく雨降らしてくれたんだけどな、くそー雨降らしを利用したかった、ちゃんとよいしょ、
さあここは濡れるように動きたいんだけども、さあこれバレるんですよね場所が。ナイス雨降らし。さあこれは濡れるぞ多分。でここ邪魔なんだよね。これここでここだ。そこか。あー横来てた。何もできなかった。でぃでぃ。さあ何もできませんでしたね。いやーこんなにもね何もできないと思いませんでした今自分で。でもクラブラはなんかあれですね、もっと引かなきゃダメですね。わかりました僕は今。あこんなにも引かなきゃいけない武器なんだって思う今感じました。クラブラもね少しずつ練習していきますので、はい皆さんご期待ください。大学の本日はですね、こちらのクラッシュブラスターじゃないですね。あの、もみじシューターで、ガチエリアやってたんですけども、ガチエリアの方はね、やっぱりもみじだとすごくやりやすいなという感じがしましたね。雨降らしでとりあえず、エリアにとりあえず雨降らし投げちゃえば、まあ、勝手に取ってくれたりとか、相手がこう、ちょっと塗りを怠ってると、ずんずん押さえてくれたりね、みんながやられてても、ということもできますので、かなりね、使いやすいなと思ったのと、あとやっぱボム使いすぎっていうのが僕今な、自分で思いましたね。はい。ボムをなんかとりあえずその、牽制でポイって投げちゃうんですけども、あれってあんまりロボムはそんなに牽制で投げるっていうよりは、こうなんか、チャージャーに対して投げたりとか、そういうので使った方がいいのかなというのを、はい、反省しております。あと、雨降らしですね。雨降らし使う場面がちゃんと、見れればということで、はい、このガチエリアとりあえず A プラスになったんで、今なってないのは、あとなんだなってないルールは、あとは、ガチエリア、ガチプレイ上、はい。あ、全部 A プラスですね。ガチアサリ以外。ガチアサリだけじゃ A プラスにすれば、とりあえず全部 A プラス。ということで、そこから S 目指して頑張っていくということで、ぜひとも皆さん、見守っていてください。はい、ということで、ここまで見ていただいてありがとうございました。コメント評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。というわけで、またお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。